してみます。ということで、はい、そうなんですよ。ね、初めましての人ばかりじゃないけど、うん、ばかりだと思うので、
と思います。はい。はい、リアです。はい、リナです。はい、こゆです。はい。リアとリナがいるんで、ちょっとややこしいんですけど、あとナなんでね。はい。リアとリナです。はい、こゆです。しっかり覚えて帰ってくれたら嬉しいです。はい、お願いします。レフォルムは今年の5月から活動させていただいております。5、6、7、8、9。5ヶ月 ?5 ヶ月。あ、忘れてた。忘れてます。ごめん。はい。はい、レフォルムはたくさん、ちょっとイベントにも、いろんなイベントにいらさせていただいてるんですけど、はい、その告知をね、してる場所があるんですよね。はい、そうなんですよ。皆さん、携帯の方を出していただいていいですか？お願い。皆さん、持ってる見えてるですかね。はい、行くよ。ね、撮ってください。じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、ツイッターでーす。イェーイ。イェーイ。拍手は良い。出してね、行くよ、アカウント。そう、ツイッターね。ちょっと難しいけど覚えてね。ちっちゃい XX、 おっきい R、 ちっちゃい E、 ちっちゃい M、 ちっちゃい E、 見てくださいね。おっきい R、 ごめんごめん、間違えた。難しいね、これ覚えられへんから。覚え方難しいな。そう、リナも全然これ何回やっても覚えれ、大丈夫？はい、全然覚えれなくて。いくで、はい、ちょめちょめレフォルム、ちょめちょめ R 大文字で覚えてもらえたら。覚えれた人いますか？はい、はい、あ、一人出た。でもみんな覚えれない。それはちょっとやばいですね。やばいですか？簡単やのにな。あ、これリナも覚えれないです。じゃあさ、レフォルムゲームしようか。皆さん、アイドルイベントね、なんですけど、私たちまだまだ盛り上がっていくんで、皆さん乗ってくださいね、いっぱい声出してください。イエイ。はい、レフォルムゲーム。イエイ。レフォルムゲーム。ゲーム？いい？ちょっとだけ時間ちょうだい。ちょうどいいですよ、ほんまに。いや、みんなに覚えてほしいもん。はい、皆さん一緒にやってくれますか？イエーイ。じゃあ行きますね。ルール説明いたします。はい、はい、レフォルムゲームとは、ちょめちょめレフォルムちょめちょめを、ほうほうほう、3回早口言葉で言うゲームになっております。3回、はい、イエーイ。3回。はい、皆さんルール大丈夫ですか？大丈夫と思う。大丈夫、ほんまに。うん、100%。一回やってみます。一回やってみますか？では、まずゆっくりいきますよ。はい、せーの。ちょめちょめレフォルム、ちょめ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 レフォルム。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。皆さん声出してください。声元気くださいよ。いきますよ、せーの。ちょめちょめレフォルム、ちょめ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 レフォルム、ちょめ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 レフォルム、ちょめちょめ。はい、ありがとうございますね。まだまだ声足りひんですね、これ。リアさん、せやな。リアさんほら、拗ねてますよ、皆さん。私ちょっと話やばいな。そこかい。そこかい。今ごめんなさい。皆さんもっと声出してください。すぐ言っちゃうね。はい、次100倍の速さでいくから、100倍ちゃんとリズムに乗って言ってな。めっちゃ楽しいから一回やってみて。はい、一回やってみよう。いくで、いきます。せーの。はい、私すら言えないっていう事件が起きたので、次の方に行きたいと思います。はい、2つ目告知させていただいてる場所は、じゃじゃーん、ホームページでございます。イエーイ、イエーイ。みんな見て、私たちのテンション引かないでくださいね。はい、ホームページはですね、なんかあれ、また見たことあるなみたいな。行くで、みんな。さっき練習してから覚えてるよね。せーの。ちょめちょめレフォルム、ちょめちょめ。はい、こちらはね、小文字の方なんで間違えないでください。そしてこちらの方は、あと、人、こち、どうじゃないんです、人望なんですね。はい、人望 .com に。ほんまや。はい、jinbo.com になっておりますので、皆さんツイッターなどお持ちでない方は、こちらのホームページの方はパソコンからでも iPhone からでも動画からでも食べるので、ね、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、お願いします。もう一つあるんですけど、ショールームってみんな知ってますか？はい、知ってる。知ってますか？あ、ショールーム。なんとショールームもやってるんですよ、レフォルム。で、知らない人もいると思うんですけど、ツイキャスみたいな動画配信になってて、はい、それでちょっとまあ告知もしてるんですけど、うんうんうん、なんていうんですか、レフォルムの巣みたいな、はい、ちょっとアホみたいなこともめっちゃやってるんで、よかったら遊びに来てください。なんかよくな、何々みたいやわって言われてんな、うん、何々みたいで何ですか？え、それやっぱり聞いてもらうのさ、秘密。お笑い夫婦みたいな。お笑い夫婦みたいな。お笑い夫婦。はい、多分私たちのね、大阪らしいね、ちょっとテンションを見てもらったら分かると思うような言葉をたくさん言われてるような場所なので、はい、絶対笑えるんで、皆さんぜひぜひ来てください。お願いします。コメントをね、いただければ、はい、喜んで何かお返しいたします。何かね、リアさんから。
プレゼント、そうやったリアさんの愛はい、それではね次の曲に、はい、行きましょうか。はい、行きましょう。でその前にね皆さん、もう少し 2,3 歩ぐらい前に詰めていただければ嬉しいな。ほら真ん中空いてます。お兄さんたちどうぞ前に来てくれても大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。イエーイ。はい、ね、今からね披露させていただく曲は先ほど言わせていただいたツイッターの方で、皆さんに投票という形でどんな曲がいいですかみたいなやらせていただいて、そこで出てきた曲の中3択で最後絞らせていただいたんですけど、その3択の曲がね、はい、ピックアップされたんですね。今日はそこのね、なんとまあ皆さんツイッターそこ知らない方もいると思うんですけど、そちらの発表の場でもございます。ね、知ってる方知ってますよね。ね、はい、知ってるということで、はい、はい、それでは早速ね、はい、次の曲に行きたいと思います。アイドルライブということでね、はい、なんとなんとアイドルっぽく行ってみましょうか。はい、行ってみましょうか。はい、それでは次の曲聴いてください。 e-girls さんのごめんなさいキスミューです。食事しただけよ彼はただの友達信じて心配させること何もないの遊び私が悪いね Oh my god 怒ってるよねお願い話だけ聞いて
それに練習してきたからな。そう、今週練習ちょっと間違っちゃったけどな。皆さん許してくれますか。ごめんなさい。はい、許します。ありがとう。優しい。嬉しい。はい、それではね、これで最後の曲やったんですけど、最後の最後に、はい、告知タイム行かせていただきます。イエーイ。はい、次が10月2日の大阪になるんですけど、はい、西大橋っていう心斎橋から10分ぐらいの場所のロングはロングっていうところで、はい、アバウトっていうイベントに出させていただきます。はい、でシンガーダンサーイベントになってるんですけど、はい、大阪の方いると思うんでぜひ来てください。奈良の人も来てください。来てください。はい、お願いします。はい、はいはい、そして今更なんですけどちょっとね、はい、うん、今日は呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、私のことの中で見たことあるって思ってる人もいるかもしれないですけど、はい、はい、今も選んだところで振り付けのお仕事をさせてもらいながら、5月からこうやってダンスパフォーマーとして、はい、小ゆとりなと3人で頑張ってやってるんで、もしよかったら応援していただけたら嬉しいです。はい、お願いします。皆さんね、ちょっと最後の最後までこんなね、高いテンションに通じていただきありがとうございます。はい、それしかないからな。そう、それしか取り柄がないんですよ、皆さん。はい、ぜひぜひ、続けてくださいね。可愛くないから、そんなにないかなり、やめてください。はい、ちょっとね、はい、はい、最後の最後の告知でございます。はい、今日の終演後、すべての演目の終演後に、後ろの物販スペースにて、はい、私たちも物販をさせていただきます。はい、イエーイ。はい、何を売ってるねんと言いますと、写真を売っております。写真、はい、全員のな、はい、全員のサインです。これなんと1枚、せーの、写真です。安いでしょ。いい声、嬉しい。そう、大阪人なら安いもん大好きとか、関西人だね、そうや、好きやと思うんで、ぜひぜひ来てください。ちょっとね、はい、まあ、応援してあげようっていう人は、うん、ちょっとジュースを2本我慢して、うん、来ていただければ、はい、嬉しいです。はい、まだね、フライヤーだけでも、フライヤー無料なんでね、はい、ぜひ配布するんで、皆さん取りに来てくださったら嬉しいです。はい、おしゃべりだけでも全然大丈夫なんです。しゃべりましょう。先ほど言わせていただいた10月2日のチケットの方も本日こちらで発売チケットを販売させていただくので、はい、皆さんぜひぜひそちらの方もね、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、本当に長くいっぱいお世話になりました。お世話、一緒に楽しんでいただきありがとうございました。物販スペースにてまたお待ちしております。はい、せーの、レフォルムでした。